どうも、お酒は私の高間さやんです。こんばんは。今日は2021年8月の30日でございます。はい、本麒麟です。本麒麟飲んでます。仕事休みでございました。連休ですよ、連休。これがスタダ初日2日目ならどれほど嬉しいことか。はい、まあしょうがないですね。シフト制なんで、ね、結構前からも休み希望出してスケジュールが決まるので、ましてやね、当日有給くださいなんて到底ないんですよ。到底ない。はい、まあ、その中でもね、この仕事の中でもやりくりするスタダ、これちょっとねマスターしてきたんで、今度ね動画にしたいと思います。はい、子供さんはね2日3日有給取れと、これはもう大前提だみたいな話をしてましたけども、そうでない人もいっぱいいますからね、世の中。これについてまた語っていきたいと思います。はい、あと昨日ですね、ライブ配信ありがとうございました。で、久々にその後ディスコードにも参加しましたね。音声チャットでいろんな人とワイワイ話して楽しかったです。まあ、途中土地問題の解決のためにね離席したんですけども、はい。いや、私主要幹部やるの久々って言ったじゃないですか。22サバの新鮮名刺やった時ももうすごかったけど、懐かしいなって、これ土地問題毎日あるんですけど、懐かしいこの感覚と思いましたね。土地問題は永遠になくならないと思います。なくならないけど、なくなるように努力しなきゃならないということと、土地問題当たってる自分は死んねえなーとか、なんだこれっていうよりは、それでね、いろんな人とコミュニケーション図れると、これをポジティブ捉えてね、いきたいと思います。楽しんでいこう、土地問題解決も。はい、ということでよろしくお願いします。はい、で昨日ライブ配信で告知したんですけど、右下にね、9月11日非公式オンラインオフ、月夜の宴開催ということで、はい、非公式オフ会としては第3回目ですかね。はい、シップのケンさんと始めて、まあ、第1回やって、次新年会という形でやっての3回目です。今回は第1回の公式のオンラインオフで一緒になったミラさんでね、この3人で、開催したいと思います。私も去年、今年か、全国飛び回ってましたね。ほんと1ヶ月2ヶ月おきぐらいにね、飛び回って第三国志のオフ会に参加させてもらって、お酒飲んでねワイワイしてたのが一切できなくなったと、ね、いう中で、やっぱりこのオンラインオフ会をね、定期的に開催したいなという、まあ、シップの検査の思いもあってね、今回第3回を開催する運びとなりました。シップのケンさんからツイッターの方でね、また企画お題ですかね、発表があると思うので、ぜひね参加してください。運営からの協賛についてちょっと、まあ、条件が変更したようでございます。ちょっと詳しくはちょっと分かんないですけど、まあ、とにかくね、たくさん応募していただければ多分いい商品になるんだと思いますので、はい、僕のチャンネルでやるんでね、まあ、まったりいつものねライブ配信の延長みたいな感じでね、まったりワイワイガイガイできたらいいかなと思うので、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい、ということでいきましょう。大天順次です。 X136 5日目ですかね、5日目になってるのかな。はい、そうですね。現在私ちょっと土地4のね、土地4を破棄、全破棄したのでちょっと下がったんですけど、勢力値今5656 5656ですね。ぼちぼちですね。はい、で6土地が2個取れました。昨日ライブ配信で、あのね、一発チャレンジということで最初ゲットできまして、2個目も今日ゲットして、今これ分譲ですね、名声63超えたので、6土地の銭分譲を今作っているところでございます。で物証のレベルがね、大体30ぐらいかな。いいですよ、僕の中からとても調子いいですよ。はい、コースは30になりましたね。はい、とても調子いい。義士祭来た、義士祭嫌だ、義士さえいますけど、なんと勝ってますね。はい、そんな感じで、ぼちぼちね、いい感じですよ、これは。とてもいい。とてもいい感じでね、進んでるんで。はい、このままね、やっていきたいと思います。おっ、ガチャが無料来てる。よし。ういっ、よっ。なんか最近何にも出ないな、本当に。太子寺と、なんだっけ、最近、炎症、太子寺、勢力長虫もね、全部もう、真っ赤なやつばっかりで、もう、
どうなってんだいって話だけど、全然出ねえぞ最近。まあ、リッコは出たけど、リッコは出たんですよ。そう、リッコがね、そういえば4土地と早く取れたんでちょっと嬉しくなって、しかも今回十条寺じゃないですか。だからみんな十条寺欲しい人がいるかどうか分かんないけど、まあ、それちょっと早めにゲットしたいっていうことで回してる人もいるかもしれませんけども、はい、リッコね、欲しい一つです。高くなりました。スタッドでは使ってませんが、はい、まあこんな感じです。で、今日はですね、まあ、お天順次始まりましたけども、まあ、私始まる前もね先行して入ってるところもあるんですけど、ちょっとこれまでいろいろ見てきて、まあ傾向、まあ、これから増えるであろうね、うん、武将で私もちょっと使ってみようかなと思う武将をちょっと今日ピックアップしてきたんで、それについて話していきたいと思います。まあ、前回は本当集大環境みたいなこと、圧倒的集大環境みたいな形で動画出させてもらったんで、まあ、今期も集大はまあもしかしたら多いかもしれませんよね。いや、集大スタダ多いですよ。でも実際、はい、まあ、スタダとしては結構いいよっていう人とダメだっていうちょっと二分してる気がします。まあ先方にもよるかもしれませんけれどもね、ちょっとがっつり大きくして、ギエンス、今期は結構ギエン注目してますね。私ギエン持ってないんで申し訳ません。こういうね画像でお送りしてるんですけど、ギエンね、特にスタダ、スタダは多いっす。めちゃくちゃいます。うん、ギエンスタダで、いい感じでなんか回ってんなっていうね、僕は見ますよね。で、義援自体は持ってない人も結構いると思うんです。ただ私も、臨兵列陣で出るじゃないですか、義援。義角とね、新武将。この2武将を多分使ったことない人も、ここで使ってみて、あ、こんな感じなんだっていうね、いろいろ分かったと思います。はい。まあ、どの武将もそうですけど、まあ、上振れたら強いっていうのもあるんですけど、義援使って臨兵列陣で、ね、やっぱり前半発動しなかったら、なんか、おいおいおいってなるし、前半発動しまくったらめちゃくちゃ強いみたいな。うん、なんかちょっと上振れと下振れのなんか、差がちょっとね、結構激しいなって思う感じではありましたね。はい。まあ、彼はね、騎兵巨木だったっけ。はい。マディターン行動時に 30% の確率で、敵本営と中営に物理攻撃を行うと。で、同時に速度が最も速い、高いね、味方単体が敵軍本営、ね、中営にそれぞれ物理系攻撃を行うということ でしかもこれパーセンテージがね、発動しなかった場合は 5% アップしてスタックするっていうことなんですよね。なので、まあ、一回も発動したいことはないんです。どんどんアップするので、ね、確率的にほぼない。後半までねずっと発動しなければ何パーも上がるのか、 70% ぐらいも上がるのか、まあ、結構な確率でね発動してくれるっていうね、ちょっと特殊な形なんですよ。はい、中本営をね、バーンって攻撃してくれっていうことで、はい、しかもこれ、指揮でしょ。指揮戦法ということですごい安定はしてるんですが、まあ、30% だから、で、発動したから35%になって、次 40% になってみたいなことなんで、1、2、3ターンで発動しないこともあるということでございますのでね、はい。持ってないんで、僕の臨兵列陣の使用感でしかないんですけども、やっぱ強いぞということ。使ってる方多いのかなと思います。で、その後の編成ですね、よくわかんないです。僕もね、テンプレとかわかんないです。義援テンプレ前期後半でまあ実装されてるので、使ってる方はこちらほらね見ましたけど、前期かん、うん、まあいいや、こちらほら見ましたけど、なんかすげえまだ無双してる感はなかったんですけど、いろいろねやっぱり、研究が進んでですね、今期は義援増えます。これは注目しておきましょう。で、こっからですけど、待ってくださいね。はい。私の注目する武将なんですけど、こんなの自分から持ってる武将ね、しっかりと喋っていきたいと思います。どこに行った？あれ？いないぞ。はい、見ました。大凶ですね。
大凶めちゃめちゃ増えてます。はい。大凶は前期もちらほらいましたけど、今期スターダレ使ってる方もいらっしゃいますね。うん、強い方とか。大凶めっちゃ増えるかもしれません。はい。大凶はどういう武将かというと、まあ、攻撃プラス回復ですね。ちょっといろんな条件があるんですけど、まあ、敵複数に、最下限攻撃を行うと。はい。敵有効範囲の2体ですね。まあ、発動 35%。目標が兵力、初期兵力の 50% あったら、もう1回策略やってるよっていうのがあると、燃焼状態も含めますね。それと回復もありますね。回復も。はい。自軍集団が一定の兵力を回復と。弱影響。治癒状態。で、目標が戦闘開始の初期兵力の 50% 以下なら、さらに回復するということで、まあ、攻撃もするし回復もするっていうね、うん、ことで非常に有効っす。で、僕も2強かな。2強パーティー、2強軽兵、周遊と孫作で使ってた時期が2シーズンくらいあったかな。2シーズンくらいあったんですけど、なんかパッとしねえみたいな。まあ、弱い、どうだかなみたいな感じでした。で、まあ、この大凶なんですけども、おそらく、集大とか、候補数とかの本営に入ることが増えてくるような気がします。はい。まあ、立候とね、どっちがいいのかって話なんですよね。立候もね、攻撃回復だけど、大凶の方がいいんかなっていう。話なのかもしれません。ただまあ赤さも重要かもしれません。僕、奇跡的に星1ですよ、大凶。すごいな、これ。我ながら。星1じゃん、大凶。ということで、真っ白じゃないので、ちょっと使ってみようかなと思います。はい。今、候補数、侵略長期候補数のところを大凶に変えてやろうかなと思います。で、統率上昇ってあると思うんです。今ね、特性ですね、武将の、統率を上げ同時に、武将の攻撃防御知略および成長値を上げるということでコスト2と円5とか使えばコストが 0.5 上がるんでコスト3になるんですけど、まあ、こういうのを含めてステータス上げて使っていくということでございます。まあ、せっかくなので僕もねちょっと乗っかってみようかなと思って、はい、使っていきたいと思います。それと、昨日ディスコードでも喋って、まあ、ツイッターでもたまに話題で出るんですが、やってみようかなと思うんですよ。もういろいろね、チャレンジすることはやっぱり私も必要なので、太子ですね。太子時。太子時といえばもう本当ね、シーズン2とかシーズン3とか、まあそこら辺でね、スターだ。はい、太子時。リージュ。神楽、大師寺、神楽、両毛とか、まあそういうとこで、ね、いろいろ、重宝されてたんですけど、ここ最近なかなか見ないです、ね。僕一時期馬長持ってない時に、まあ脳筋みたいな形の、ね、大師寺を使ってみたみたいな感じでやってみましたけど、まあこの大師寺もね、なかなか強いんじゃないかということでね、今回やってみようかなと思ってます。新兵大将で。新兵大将の僕、今期も決めてたんですけど、はい。周遊、リャーモン、シュシュン。これで決めてたんですけど、いや、ちょっとやってみるかと思って、大使人真っ赤だしね。真っ赤な人多いと思います。長く続けて、ある程度課金してる人は真っ赤だと思うんですけど、大使人、周遊、リャーモン、ゴレンジャイ。はい、ゴレンジャイです。ゴレンジャイなのかな、わかんないけど。やってみようかなと思います。新兵対象型のね。はい。まあ、方針突撃自体が、ちょっと確率がちょっと低いんでね、30% というとこなんですけども、ね、ダメージは 200% ぐらいいくし、混乱状態付与ですね。一旦継続混乱状態付与がするということで、なかなか強力であると。まあ、捨ても、まあ、50、これ、全攻撃ぶりすれば、300近くいくのかな、全攻撃ぶりすれば、300ぐらいいくので、ね、まあ、上振れれば、何でもそうだけど、なかなか強力な、ね、みたいになるのかも。シネマ、セン。はい。まあ、追撃系なんで、追撃と、まあ、手動、まあ、周囲とね、
両門は手動の戦法をつけることになると思うんですけど、まあ半径でもつけないか、ね、やっぱきついと思うんですけども、まあそこら辺どうなるか分かんないですけども、対地使ってみよう。なんか今回結構コスト控えめだな、控えめの舞台になるかもしれませんよ、ね。はい。ということで、はい。まあこれからね、また大天順次いろいろ環境変わってくるかなと思うんですけど、そのね、流行り、ちょっと察知していろいろ情報をお届けできたらいいかなと思います。はい。ということで、お酒は私にはできませんでした。ありがとうございました。